こんにちは。長谷川圭太です。岩隈俊介です。アゲハビジョーです。今日は残酷な天使のテーゼ、祭りスピットを踊っていきましょう。それでは一度お手本をご覧いただきましょう。痛いけな瞳、翼だけどいつか気づくでしょう。その背中には遥か未来目指すための羽があること。それでは順番を追って説明いたします。まずは進行方向を向いて反時計回りに回ります。で、右足から3歩いきます。1、2、3。で、手拍子を1回いたします。で、同じ動作を左足から1、2、3。ちょん。そうしましたら次は右足から3つで同じようにするのですが、跳ねながら2回手を打ちます。ちょん。左も1、2、3。ちょっと、そうしましたら2つ右足から下がります。右、左。で、右足から3つで真後ろに向くと同時に右手を斜め前に回す。左足から逆動作で正面を向きます。1、2、3。そうしましたら次は右足から開いて、で、手拍子を意します。ここまではエヴァンゲリオンの通常の世界観になります。そうしましたら次は右斜め前に向いて、左足から両手を伸ばすと同時に左足から4つ跳ねます。1、2、3、4。同じく逆に跳びます。1、2、3、4。これはエヴァの秒算機を表しています。そうしましたら次は左足を出すと同時に右手、左手で両手を広げます。これは AT フィールドをこじ開ける動作になります。そしたら次は右足を出すと同時に左下から右上に手を内巻きにして置きます。トン。で、逆動作をいたします。これは手を表しています。そうしましたら次は左下から右上に振り、右下から左上に振り、今度は左足から2つ下がると同時に同じ動作をします。プラスと攻撃するシーンです。そして最後サビのところでロンギネスの槍を抜きます。右にして引きます。で、左足を下げ、右手を横、左手と伸ばしクロス、そして左足を出すと同時に両手を上に上げ、これはフォースインパクトになります。ここまでが一連の動作です。あと途中、このフォースインパクトが終わった後に腕を、4つか8つで下げる所作があります。で、その後にこう波を打つようなこの所作は入ります。ここはイレギュラーなところがあるので気をつけて踊ってください。それでは一曲通して踊っていきましょう。まず最初に右手を、左手を、これはプログレッシブナイフのポーズになります。これで隣の人たちと先生、これちょっと流行らさないとですね、これね。みんなでやりたいですね。みんなでやりたい。じゃあこれをエヴァタッチ。エヴァタッチ。はい。これでみんな仲間ですね。みんな仲間で踊っていきましょう。
ょう。その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ。飛ばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる。世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はそう自由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ神話になれ。皆さんいかがでしたか？今年の夏は残酷な天使のテーゼ祭りスピートで皆さん楽しく踊っていきましょう。よいしょ、行きましょう、やっちゃいましょう。では皆さん楽しく踊ってください。